花屋亮吾さん、こんにちは。今日もね、神道、神道、神屋、なんですかね、花屋亮吾シリーズガンガンやっていきます。まず火災保険なんですけども、火災保険のねポイントサイトってあるじゃないですか。まあちょっとね、これは教えておきましょうか。火災保険のポイントサイトって実際に申し込んでポイントバックされるじゃないですか。1万3000とか3万3000とかね。その申し込んだ人と実際に火災保険を申し込まれる人イコールじゃなくても OK ということでございます。これ大きな声では言えないんですけどもね、多分言えないと思いますけども、自分の所有物じゃなくてもその所有権を持っている方がいいよっていうふうに承諾していただければですね、その間のポイントっていうのは別にポイントサイトの運営者がもらって OK ということなんですよ。まあ、ですんでね、実際に家を持たれている方、この火災保険を受けられる方にギャラをもらわなくてもちゃんと儲かる仕組みができるんですよね。ということなんで、どこにこの火災保険のポイントどん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 申し込んでも紹介する家は次から次へと出てくるっていうことになるんですよね、これぞまさに火事場泥棒かということでございますけどねまあまあちょっと小話として入れといてください。これはね、保証できる話じゃありませんけども、私の体験としてはそうなったよってことでございます。はい、それでですね、火事場泥棒、肉泥棒ということで、焼肉が大好きな私なんですけども、今日は焼肉の話をしようということではありません。花屋亮吾さんのね、動画のアナリティクスで女性が増えてきたっていうことから、ちょっとね、私の気づきをここでね、まあ雑談程度に聞いていただければと思います。これもね、はっきりと全ての人がそうではないってことを前提にしていただきたいんですけども、全然ね、性差別ではないんですけども、結果追求型と困難乗り越え型っていうのがあるんですよ、実は情報にはね。で、結果追求型ってのは何でもいいから簡単にお金がもらえたらいいなっていうね、そういうふうな考え方です、ね、もう一つはですね、結果的にお金がもらえるかどうか分かんないけども、もうビジネスを具体的にやっている、で企画を立ててセールスをしてもう悪戦苦闘する、それが好きなんだよみたいなね、こういうパターンもあるんですよ、大きく分けてこの2つ。さあ、どっちが男性バージョンでどっちが女性バージョンかとはっきり言うと怒られそうなんですけども、アナリティクスから推察するデータでですね、言いますと、困難乗り越え型がそうなんですよ、男性ですよね。男性っていうのはね、なんかね、わけのわかんない計算のできないところがあって、苦労すればするほど燃えるみたいなやつもいるんですよ、ね、少年ジャンプみたいな。少年ジャンプといえば燃えるゴミなのか燃えないゴミなのか、どっちのゴミの日に出せばいいんだっていうことでね、いっぱい揉めたりしますけども、まあ少年ジャンプは燃える漫画ばっかりが中に入ってるから燃えるゴミの日だろうということですね。北斗の拳にしても、なんか鋼の剣ですか、最近の漫画は、にしても、なんかテニスの王子様にしても、みんなね燃えてますよね。一番燃えたのは男塾だと思うんですけどね、先駆け男塾、まあ誰も知らないと思いますけどもロクデラシブルースがギリギリわかるかな、ルーキーズとか。まあそれは置いといてですね、まあ燃えるゴミの日にジャンプは出してくださいと。できれば資源回収の日に出していただければ、市の方からね補助金が出るんで、町内会は助かりますということでね、業務連絡でございました。ちょっと話を戻すとね、女性が増えてきたっていうのは、給付金とか補助金とか助成金って多分ね、女性が関心を持ちやすいものなんですよ、で男性が関心を持ちやすいのは、その切磋琢磨してライバルと競い合って、ある時は追い落としてね、勝ったぞみたいなやつですね。で勝ったことに対してギャラが安くても、それはね、武士は食わねえと高い王子はやっちゃうんですよ。だからブラックロードするのは男性が多いんじゃないかと思いますよね、なんかね、性分的に、というふうなね、仮説があって裏付けは特にありません。なんとなくそう感じるよってことなんですよね。ところでですね、最近ね、この年末調整の時期じゃないですか、年末調整の。これ出してますか？こういったこともやっぱ企業運営するんだったら大事ですからね。はい、それでですね、火災保険の話にぐるぐるぐると戻りまして、火災保険を申し込むためのパンフレットは熟読しました。そして、保険証書もありますと。で、家もありますと。役者は揃ったということでございます。そして、この話をしている最中にですね、うちもいいですかって方がね、何人かいらっしゃったんですよ。ということで、一番最初にお話したポイントサイトをまた別のやつを申し込んでね、その案件は、いや知り合いのなんですけどやってもらっていいですか、 OK ね。で、自分は間のポイントをちょっといただくと、こっちは2万ポイントでいただいて、こっちは3万ポイントでいただいてということで、だいたい10万円ぐらいになるんじゃないかなってことですよね。で、あとね、まあこれちょっとやめときましょう、やめときましょう、これちょっとついつい言い過ぎちゃいますね。まあとにかくこの火災保険っていうのは、自分に持ち家がないよっていうところで終わってしまったら、ほんで終わりなんですよ。違うの、そっからが勝負です。どうやったらこの火災保険のね、案件のポイントを自分のものにできるか、そして他のメリットは他の人にね、
ちゃんとバーター取引できるかってことを考えていくと。花井レモンさんはまずね、信頼構築のために周りの人に教えてあげようって言ったら、それはもう本当にいいんですよ、本当に。でその時にね、どう使うかなんですよ。自分でポイントをもらっといて、その案件を友達に投げるということでポイントを中抜きするのか、それとも友達にね、いやポイントサイトモッピーっていうのがあって、ここから申し込んだらねっていうふうにして、まるまるその人にあげることによってさらに高い信頼構築をする、もしくはその次にですね、ポイントサイトコンサル俺やってんだよって形で何がしかのアクションを起こすかってことになってきます。で今回のね、動画のちょっと結論といいますかね、金持ちになる方法の、まあ処方の処方をちょっとね、今日はお話ししようかと思います。そうなんですよ、ポイントサイトをまだ十分使えない方にアドバイスをしてあげてね、しっかりみっちりと。でその人に5万円稼がしてあげるんですよ、まあ、3万でもいいです、10万でもいいです。料金設定して、じゃあちょっと頑張って1週間でね、何個か案件やって一緒に手つき合うから3万稼いじゃおうぜみたいにやるわけですよ。そしてその方が実際に言う通りにやってお金稼げたら、感謝されると思いませんかね、感謝されるんですよ。ということでですね、私のもとには毎日50通から60通のお問い合わせがあって、特別定額給付金の、ね、話題も盛り上がってますよね。でその話題の中で、久保さんぶっちゃけ私お金がありません、これ女性からですよ、お金がありませんと、特別定額給付の第2弾が出るかどうか分かりません、でも本当に今日生きるのが辛いんです、なんとか稼ぐ方法を教えてもらえませんかということでね、分かりました分かりましたから、ちょっとこれからね、言うことをちゃんと聞いてくださいよ、でちゃんとやってくださいよ。その結果あなたの銀行口座にはすぐではないですけども、3ヶ月後くらいに振り込まれる金額がこうこうこうですと。そしてその未確定報酬というのがサイト上で見れますので、そこで金額は確認してください。よろしいでしょうか、あなたは1円も払うことはありません、ただちょっと作業が必要です、よろしいですかって形で誘導してですね、この2週間の間になんと3人の方に10万円突破の見込み売り上げを立てさせました、ポイントサイトでね。これどう思いますか、このワントゥーワン動画どうでしょうかね。それはね、ドアを叩いた人、要するに久保さん教えてくださいって言った人には私はね、全力で答えてるってことなんですよ。しかしですよ、しかし速稼塾に入っていながら、私とコミュニケーションを取りながら、久保さん教えてくださいと言わない方には私の方から押し付けがましくこれだっていうことはないんですよ。だからどっちが得かってことですよね。知らざる者の特権を生かして、知らないんで教えてくださいっていうことが人にはできるはずなんですけども、プライドが邪魔してできない、久保なんかに聞いてたまるかよみたいな方もいらっしゃいます、いると思います。その方は一体そのプライドでいくら儲けたんでしょうか、ね、プライドがないといくら儲かるんでしょうかってことを考えると、答えは明白で、プライドがない方が儲かるんですよ。ビジネスにプライドはいらないんですよ。もしビジネスにプライドというものを持ち込むんだったら、今日1円も稼げなかったことがプライドが壊れたというふうな概念を持った方がいいですね。プライドがあるんだったら1円も稼げないような日が1日であったりともあっちゃいけない、それがビジネスマンの唯一のプライドだと思うんですよね。人に頭を下げるのが嫌だ、人の言うことを聞くのが嫌だ、違うんです、人に頭を下げるのがビジネス、人の言うことを聞いてその人の目標を実現させてあげるのがビジネスじゃないですか。ということはね、もう頭を下げること1万回10万回あったら、もうプライド乱されまくりですよ。いや今日も頭下げさせてもらったわみたいなね、今日も年下のやつに本当へえ凝らしたわ、すごい感動ですよね。年上の人にも本当はいつくばったわ、これも喜びです。360度どんな方に対しても卑屈なぐらい、もうね、もうあれですよね、寝土下座、ゴロ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 ね、転がりながら歩かないといけないぐらいのレベルでね、もう私なんかはね、本当使っていただけるだけで幸せですというふうなところがビジネスマンのプライドなのかなと思いつつも、そこまでやってないっていうのがね、本当のことですけどねということなんでね、今日の動画は何を言ってるのかめちゃくちゃになりまして、わけは分かりませんけども、結論として、はい、今日も元気な花屋龍馬、これでいきましょう。ありがとうございました。では失礼します。